まあ、やっぱり全部勝つに越したことはないですけど、まあ、厳しいアウェーの連戦があったり、まあ、4連戦もなかなかない状況で、まあ、今2勝2分け負けてないので、まあ、チームとしてもすごくいい状態でやれているので、最後の千葉戦にしっかり勝って、まあ、いい連戦で終われればいいなと思います。そうですね、まあ、本当に堅いチームだと思いますし、すごく個の能力が高いので、まあ、徳島はチームとしてしっかり全員やることを共有して戦っていくのが大事になってくるなと思います。去年、福ありで点を取れているので、まあ、本当に今年も点に絡むようなプレーをして、チームを勝利に導ければなと思います。